先ほどの実験では電池の数を変えることでモーターの回転が速くなることを確認しました。つまり電流が大きくなると回転数が上がるということが感覚的に分かったわけですが、授業ではこの電流と速さの関係をもっと科学的に調べてみるため、電車の模型を使った実験を行いました。この実験の様子は中学生クラスを担当した大島先生の授業からご紹介します。電車ってこう速度が速くなったり遅くなったりするということなので、まあ、実際にこのモーターがどういう形で、まあ、いわゆる速度ですね、速く走らせたりとか遅くしたりとか、そういう、まあ、いわゆる制御ですねみたいなものを、その電流とその走る関係ですね、それをまあ見ていこうというふうに思います。でこれもですね、実験をやっていこうというふうに思います。電流を変えることによって、まあ、速さが変わるということになりますので、まあ、それでやっていただきたいことは、電流と速さの関係がどうなっているかということを実際に目の前にあるこの模型ですねを使ってやっていただければと思います。皆さんの手元にですね、ちょっと別の紙ですね、こういう紙ですね、なのでこれ記録用紙ですねになります。でお名前とあと日にちですね。で皆さんこれいわゆる実験ノートですねになります。なのでこのデータを使ってこれからいろいろデータを整理していただきますから、これが一番大事なデータですねになりますので、今日はこうやって別の紙にしてますけれども、これは重要なものですので、帰ったらですねなくさないようにちゃんと自分たちで保管をしといていただければというふうに思います。であとこれでグラフにするということですね。じゃあ皆さん早速、役割分担を決めてやっていただきたいと思います。この実験は模型の車両を低速、中速、高速の3種類の速度で走らせ、1周 3.14 メートルを走行するのにかかる時間をそれぞれ3回ずつストップウォッチを使って計測し、その平均値を計算します。そしてその時間の平均値を用いて模型の速さを計算します。同時にそれぞれの場合の電流を3回ずつ測り、電流の平均値も計算します。低速、中速、高速の時の1周にかかる時間と電流の大きさの関係を表にまとめます。さらに発展課題として模型の車輪の直径を計測して車輪の回転数を計算します。実験の後各グループごとに気づいた点を発表してもらいます。皆さんこれからちょっとね、今の実験の発表していただきたいと思います。電流がいいと速くなるんですけど、比例の関係ではなくて2時間数的なグラフになります。で回転数と速さは比例しているので、回転数と電流も2時間数的なグラフになり、モーターが回転するとそれに伴って熱が発生するということに気づきました。最初モーターを回す実験で電池を増やすとモーターが速く回ったのと同じで、模型のパワーパックを回すと線路に流れる電流が大きくなって、模型の列車が速くなります。でも比例関係にあるわけじゃなくて、どんどん緩やかに増加していくというグラフになりました。比例はしてないけど、電流が大きくなるほど速さは速くなるということが分かりました。電流が大きくなるほど速さは大きくなってましたが、一定の量は流さないと動かないみたいでした。これちょっと例ですけどね、まあ、こんな形 で、回転数ですねまで求まった方っていらっしゃるかな、回転数はまあここにも書いてありますけどね、こういう形でまあ求めていただくということですねになります。で、まあ、大体の、ね、人が言ってましたけれども、まあ、電流が上がれば速さは上がっていくということですね。で回転数も同じように上がっていくと、まあ、これね、まあ、感覚的に、皆さんモーターでねやっていただいた時に、1つの時との電池とあと2つにした時やっぱ回転がね違ってたので、まあ、そういうところからも分かるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じですねになったんじゃないかなというふうに思います。
鉄道ワークショップ2015の2日目前半の授業のまとめとして、実際の電車と鉄道模型の違いについて大島先生から説明があります。実際の電車と皆さんの目の前である鉄道模型の違いですねをちょっと説明して、原理的には一緒なんですけどね、ここの模型がそのまま実際の電車で走ってるわけじゃないので、その違いだけちょっと理解していただければと思います。電車はですね、上にパンタグラフがありますよね。でそういうパンタグラフとかを通して、こういう変電所から、直流ですね、これが流れて、来るということです。実は鉄道は、ハンドルじゃなくてこうやって電気の量ですねを変えて、それで、モーターの回転などを変えることによって、速度が変わっていくということですねになります。で、実際の皆さんの目の前にある鉄道模型ですね、これは、実際にはですね、ここのレールですね、下のレールですね、ここから、電流が、この絵こっちですねから流れて、モーターを通してこっちにこう抜けていくということですね。でこれが、前進後進がありましたけれども、変えると電流がこっち側に行って、こっち側に行って、モーターが逆回転するので前と後ろでこう変わるということですね。なのでちょっとそういう違いがありますけれども、基本的なそのいわゆるモーターの原理ですねに関しては、同じということですね。